おはようございます。おはようございます。まだ朝の4時くらいなんですけど ちょっとですね、ここから関空に向かいたいと思います。ちょっとまだ寝起きなんですけど きっつい。よいしょ。ここはちょっと微妙に悪い。帰らなかった。一応ね、チェックインで済ませてて。これから成田まで出てきます。はい、滑走路に来ました。ちょっとね、成田まで行くのピーチなんで、滑走路を歩いてますよ。まあ、こんな感じでね。はい、チェックインがですね、終わりましたので、これから腹ごしらえをした上で飛行機に乗っていきたいと思います。うまかったっすね。いや、これがね、1週間食べれないわけで寂しいっすね。で、ここからね、もう飛行機乗っていこうかなと思います。赤さんとは赤さんとは、はい、おさらばおさらばで、おはようございます。結構答えましたけど、まあ、指紋もめっちゃ取られて両手取られて入国できましたので、これからですね、カリスト飛行前夜祭ですね、今日はまだ。はい、ということで行っていきましょう。
あ、これかっこいいな。これやばい。これかっこいいわ。しかもなんか、いや、ピカピカしてるやん。これやんな。結構さ、後ろも広そうやなし。これは、いいっすよ。これいいやん。これにしましょう。我々の宿に着きました。ベッド広いっすね。眠くなってきた。ついたらやばいやばい。モノポリもあるし、うんうん、これは日本じゃないですか。ガチ電車っすね。ああ、全然読めない、全然読めない。うん、全然英語。いや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 、え、髪の毛、あ、本当か。はい、そういうことで、なんかいい感じのね宿になりました。ここからですかね。ここだと思います。ワイルド外出してなと。ワイルドね、ワイルドすぎるな、それ。うん、なかなか良さげですね。めちゃめちゃいい。ここで1週間くらい生活したいと思います。はい、街中にね、あのカーディストが散乱しているという状況ですけど、話すことないわ。街がめちゃくちゃない。いろんなところのホテルに行けば絶対一人泊まってんじゃねえか。なんなら各家庭に行ったな。エアビーもさ、ほぼカーディストが占領してる説あるよね。いやにしても過ごしやすいな、涼しいし。気持ちいいよ、見つけた。そよ風って感じがする。時間は19時17分。ちょっとね、明るくて眠気がなかなか来なさそうやん。ディズニーランドみたいな。寒いっす。8時半くらいなんですけど、まだ全然明るい。まだ日没じゃない。はい、やっと9時20分、20分くらいでこのね、暗さなんですけど、すげえ寒いですね。はい。で、これから帰ろうと思うんですが、はぐれるっていう。いや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 。